くわけで、どうもこんにちはと、こんにちはと、あ、嘘、こんばんはです。こんにちは。着いたと。今3時ぐらい。ロリオリー。わかんないね。で、今日、特に企画はないんですけど、私3月31日は何の日かと。知らないよね。知ってる人もいるかもしれない。そう、なんかの試合があるんですわ。それごめんなさい。その試合は何でしょうかと。ちょっと失礼しました。そう、なんだっけ、フットボールなんだっけ、ドリームプロジェクト、ドリームプロジェクトが3月31日にあると。それの試合をね、見に行くわけです。そうですね、2024年3月31日レモンガススタジアム平塚に行ってやるらしいです。なんか以前開幕戦、湘南ベルマーレ対川崎フロンターレでちょっとずつね、写真をね、撮ってもらったんですよ。覚えてるかな。というわけで、その写真を撮ってもらった人たちが、リゼム、翔平、リクさんがいたわけですよ。で、写真撮ってもらったんだけど、まあ、その人たちがサッカーをするってことですね。あと、宮丸社長さんにもね、会いました。以前のね、動画で湘南ベルマーレ対浦和レッズの動画で、宮丸社長さんに会いましたと言ったんですけど、まあちょっと、詳しくは違う動画で、まだ上げてないんだけど、まあちょっと、いつか上げるんで、いつかっていうかね、もうすぐ上げるんでね、っていうご報告。そのミナじゃなかった。なんだっけ、フットボール、ドリームプロジェクト。ドリームプロジェクトか。の試合を見に行く。っていうお知らせでした。バイバイ。